久保さん、リスクヘッジはまあでもリスクヘッジはね学ばないと見たい目に合わないとなかなか行動できないっていうところがあってあの僕,僕はあのね一回メインアカウントがバンされてまあ久保さんと同じ状態ですね、まあ、全部のアカウントに集約してたので全部非公開になるみたいな。 クレーム来まして、見れません。吉田さん見れなくなりました。みたいなね。<laughs> もうそこからあのバックアップファイルで、全部ソースコード貼り替えですよね。ソースコード貼り替えですよね。もう,、ね、<laughs> もうあれはもう指難もう3日間ソースコードずっと貼り替えるっていうね。もうこれやりたくないと思って。まあ、そこから分けましたよね。限定コンテンツ、限定で提供するものと、まあ一般。だから、 こっちの僕のメインなこの今一般で公開してるやつは別に消えても特に問題がないと。うん。だからまあ、そのアカウント分けてるし、プラス、まあメインのやつはもう YouTube 使ってないですからね。塾,塾に関してはもう YouTube 使ってないんですよね、僕は。うん。まあ、ベメオですかうん。だ僕の本ちゃんは塾ですから、本ちゃんはもうベメオだけにしてますけどね。うん。まあ、リスクエッジがないよりあった方がいいかなっていうとこですね。でも、 でもやっぱりその使えると甘えちゃいますよね甘えるんですよ甘えますでそのいつかも結局いつ来るかわかんないしまあ今使えるしみたいなね <laughs> やっぱこれ本当にね僕は赤羽になったからよかったよあのあの時今思うとあの時赤羽になっておいてよかったなと思いますねうん だあのともう5、6年前の話ですけどね、赤羽になったのは。うーん。だ人っていうのは、その痛みを、すごい痛みを感じないとなかなか動けないっていうね。だ歯の治療とかもそうだと思うんですけど、ちょっと痛いなぐらいだったら歯医者行かなくてもいいんですよ。だけどもう頭、もう歯、歯の痛みがもう、もうマックスで、頭にも痛いみたいなね。歯が痛いんじゃなくて、もう頭も痛いみたいな。 もう食事もできません。食事もできません。痛い。頭も痛い。もうこれは絶対歯医者行きますね。なんだけど、ちょっと痛いなぐらいは、しみるなとか、ちょっと痛いなぐらいは、まあ、いかんすね。<laughs> 人間って <laughs>。まあ、行く人は行くかもしれないですけど、大抵はいかんすよ。なぜならば、仕事が忙しいとかね。歯医者行くのも大変ですよね。普通に仕事してたら。うーん。まあ、時間にゆとりがあるんだったら、また別の話かもしれないですけど。うーん。 歯が結構、まあ、僕の場合はすみません歯が結構悪,か悪いんで、まあ、そういう経験があるんでねあれなんですけどまあすごい痛みを伴わないと動けないっていうのが人間の常かなと思いますね。いってらっしゃい。